作者の意図汲み取り選手権。キューマンですけれどもね、はい、僕たちダーキューマン第6回演劇公演の感じじゃないんだからさ、これツタヤを、まあ、舞台にしてレンタルビデオショップを舞台にした、演劇なんですけれども、はい、見ての通りですね、このセットがね DVD だらけなんです、うん、いやこれを作ってくれたのが、まあ、そっから前田というところなんですけど、はい、前田がね、全タイトル考えたらしいです。架空のね、はい、架空の映画サイト、すごすぎる、はい、ね、ただなんかよーく見ると、あれこれなんかオマージュじゃね、おー、うん、参考にした映画あんじゃねってやつあるので、皆さんにはそれを持ってきてもらいます。はい、はい、ただし、自分だけ気づいたなってやつを持ってきてください。うん、つまり、うん、はい、一個例えば持ってきて、はい、例えばじゃあ、はい、あ、いいですね、ザ・有頂天盲点これね、これのじゃあ元ネタを今せーのでみんなで言いますか、はい、行きましょう、せーの、ザ・有頂天ホテル。ザもか、家族じゃない、あれ、あ、意外と、意外と何て言った、家族って言った宇宙天って言ったのか、有頂天あってます、あールール説明の時にいない方がいいとかくれるな、ちょっとずつ違うんだ、有頂天ホテル知らなかった、はい、ということです、はい、これはもう全然ダメ、みんな知ってる、自分だけ当てたら勝ち、オッケーオッケー、で、まあ、一応ジャッジ前田にやってもらって、ただ元ネタが別にないやつもあります、うん、そう、それ持ってきたやつはもう、うん、メンバーから除外してる、あー、楽しくないよこれ、怖い、そうじゃんこれ、かかってくる、まだ前半も終わってない、安泰で行くだろ、そしたらとりあえず一回やってみて、はい、あまりもう勝敗の差はっきりついたので、それ、オッケー、まあ、1本選ぶ、はい、優勝者には、はい、カニバブルステッカーを10枚差し上げます、うおー配れるぞ、いっぱい3000円というか、じゃあ皆さん探してきてください、はい、はい、はい、ということで、はい、みんなは今ね、探し中ですけども、ちょっと前田にも来てもらってね、ありがとう、本当に何本考えたのこれ、表面だけで多分130本以上で、背、うん、はもう添え切れないですね、背拍子はね、はい、このままだからこういうことなんですよね、要はね、はい、タイトルだけ打って、これがもう、ったりしないやつは、そうそうそう、背拍子だけ作ってみてってやる、はい、もう500ぐらいあると思います、ずーっとやってたもんな、稽古場で稽古場でもですし、本番前日にさらに表20本と背中60本足りないことが分かって、もう初日前は徹夜、素晴らしい、表を足しゃさ、別にいるだろ、裏はあ、まあ埋めれたの、すごいですね、絵は、イラストはこれはだから AI とかやってたっけ、基本 AI で、うん、でやっぱ再演でもあるんで、前回新作の棚に並んでるのが今回も新作の棚に並んでるのはおかしいってことで、素晴らしい、そうですよね、時間が経っては3年経ってますから、前回表紙で使った写真はもうみんなのカメラロールから集めてやつなんですけど、そうね、それもちらほらあっていいですよね、旧作とかスタッフおすすめとかに回して、絶対そこの矛盾は起きないように、素晴らしい、してますね、ちょっと僕が選んだ秀逸タイトル、嬉しい、ありがとうございます、これはいいですよ、すごく、どれだろう、だもうちょっとさすがに正解わかるだろうなってやつ、確かに、みんながここで取らないような、うん、まずこれね、大抵はバーニー、素晴らしいですよね探偵はバーニー、バーニーで、うん、まあ、あれも大抵はバーニーいるしな、同じなんですよ、うん、そのパターンが結構多いから、なんかそのずらすときに、うん、逆言うのも簡単だけど、うん、内容を別の言い方で言ってみるっていう、あ、なるほどね、割とそれは意外と寒くないことがあって、うんうんうん、これだから、いいですね、はい、無断で震えてな、まあ、逆言っちゃってますけど、あ、でも一緒か、うん、勝手に振られても、同じ、でも同じ意味、同じ意味だ、言ってることは一緒、大工役者さん、
もまあしょっちゅう必要かな。老後のチキンが足りません。山田裕貴さん、だいぶ面白いですね。まあチキンもそりゃ足りないな。チキンがないんだから。最近流行りのそのお年寄り全振りコメディ。はい。お年寄り全振りコメディ最近流行りのっていうその皮肉めいた言い方してるだけあって。めちゃくちゃ見てますね。老後の資金何がめでたいっていう。煮込ませパターン。煮込ませパターンもちょいちょいあります。あ、よく見てますね。煮込ませパターンは2個答えれなきゃダメですからね。あ、うん、ほらあのとこにもありますし、うん、あ、まあ、俺の好きな映画とかも結構やってくれてたりするんだよね。あの必然じゃない人ね、あの運命じゃない人かもね。口だけの時間、パラビの時間、ちょっとズルなんですね。そんなわけがないから。そんなわけがないもんな。あ、確かに。なんでまあまあでも前回作ったやつで、うん、改めて見てるときにちょっと笑っちゃったんで、うん、今回も入れてます。ラジオの時間ね、はい、本当はね。で、シザーハンズ VS ステイプラーネイル。ハサミの手を持つとホチキスが出てくる。ホチキスの爪の爪。弱えだろ、そいつは。アクションで。これね、村下夏樹原作、森ウェイの乗るね。これは、あれかな、多分初演の時の後半に時間なさすぎて一文字入れ替えるみたいな、ナイツさんパターンというか、ナイツさんの、せいやさんが、白鳥せいやさんがたまにやる。あ、はいはいはい。俺これ一番好きでした。こんなに夜更けなのかい。これ場当たりの後褒めてもらいました。目に入ってこんな夜更けにバナナ、はい、気づいたらこんなに夜更けなのかよって。これ俺分かんなかったんだけど、めっちゃもろ、一杯のラーメンにかける思いっていう。これ元ネタある？これは舞台監督さんが作ってくれました。あ、そうなんだ。そう、舞台、僕がその邦画でオジオンジュで作りまして、うん、舞台監督さんは多分足りないと思うし、うん、急に空いちゃった時に入れれるようにどこへでも入れれるものを手拍子バーって作ってくれて、なるほど、それも結構混ざってるんですけど、その確かに一杯のラーメンにかける思いはそのジャンル全く分かんない。アメリカの映画かもしれないし、邦画かもしれないし。確かにアメリカで一覧出す時の、はい、これ村山さんが実話を元にしたやつかもしれないし。あ、おすずなんだ。おすず、あ、いい。前田のさ、イチオシはあんの？僕のイチオシはちょっと最近も、うん、配給会社あるわけです。はい、表紙タイトルはまあまあ悪魔の道具なんですけど、うん、そのキャッチコピーに、こいつどうかしてるっていう。いいね。とにかく目立とうとする。素晴らしい。道化師のね、道化で。集客が大事なんで、うん、とにかく一回ちょっと注目を。はい、最近多いですね。クワイエットプレイス、ホラー映画で、はいはいはい、音を出したら、うん、怖い宇宙人が攻めてくるってやつが、うん、音を出したら即死っていう、2で超即死になったんです。なんで超即死みたいな目立ちたがり方。地面師たちも、こいつら全員土地狂ってる。ああ、はい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 。その系譜に似てるかもしれない。うまいですね、地面師たち。土地狂ってる。ああ、なるほどね。なんで、こいつどうかしてる。そのままの意味でも取れるしな。はい、土地に狂っているでもいけるし。で、もう一つおすすめがあるかな。はいはいはい、今度行きましょう。皆さん、そろそろですからね。誰も取ってないんで、はい、これです。はい。悲しい記憶に勝つ。これ、うん、何の映画か分かりますよね。悲しい記憶に勝つ。結構タイトルの色味とかも、うん、映画のロゴそのものなんですけど、いや、なんかそう、これに見覚えあるんだよ、めっちゃこの色。ちょっと待ってね。うわ、これ出そうだな。ちょうど蓮見さんが高校1年生の秋に公開された映画で、うん、2000何年だそれ。2017とか、はい、17、もっと前です。もっと前か、14とか13とか。え、悲しい記憶に勝つ。僕はその年一番好きだった映画で、うん、今でもたまに見返す。主題歌も有名なんですね。いや、俺多分タイトルっていうのもこの絵図、俺多分TSUTAYAで見たんだろう。見ましたよね。多分そうなんだ。これめっちゃ見覚えある。かなり虹色のフォントで。うん。ちょっとヒントくれ。
ヒントはですね、映画を撮ることに関する映画でやって、ちょっとグロめのコメディ。レンタルビデオショップもね、出てきてたような気がしますね。ヤクザものでもまああるし、みたいな。なるほど、はい、なるほど、すごいね。これいいっすよね。なるほどね、曲から言ってんだ。地獄でなぜ悪いの。はい、地獄でなぜ悪いのなんですけど、じゃあまあ、うん、それ天国何がいいのとか、うん、ちょっと確かにな、ダジャレっていうか寒いなって思ったんで、はい、星野源さんのあの、はい、地獄でなぜ悪い主題歌の次のパート、ラスサビ、悲しい記憶に勝つ。うわー、そのコント、これ気づいてもらえるとお客さんはもしかしたら気づいてる方いるかもしれない。これでもいい問題だったんじゃない、出してたら。これでも誰も今んとこ撮ってなかったから、今んとこ撮ってなかったってことは気づいてなかったんだろうな。すごいわ、そこまで。手に取ってください、手に取ってこっちに来てください。はい、ということで選べましたか。はい、はい、自信のほどはあります。いけるでしょう、うん、さあ、じゃあ誰かね、これ僕の勝手な予想ですけど、早い方が有利な気がしてて、どんどん答えが出てくるじゃん、一人お二人みたいな考え方が分かってくるんじゃないかなと思って、その場で当てれるかどうかもあるからこれ、うん、あはあ、うん、そんなね、長々考える時間も与えないですしってなったら、その場でパッと思いつけるかな、うん、早い方が有利だと思いますが、誰からいきましょう。おいなんでだよ。まあそうだよな、まだ開けないんだよ。自信あるから、ね、あ、そういうこと、うん、なかなか考えても誰も出ないのが一番、まあ、気持ちいいもんな、まあ、このルールで、うん、じゃあ園田、はい、お願いします。はい、6分の1の妖術。まずそちら元ネタはありますか。あります。おお、あ、わかった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 、多分全然わかんない。すごいわ、全然わからん。まあまあ、あんまそう、あんまりそうですね。じゃあせーのでいきましょうか、はい、よ、せーの、2分の1の魔法。参上。はい、分かんない、2分の1の魔法、2分の1の魔法、3分の1の順調な感じ、楽しいのじゃないかそれ、はい、で、園田は2分の1の魔法、正解です。おお、うわ、2人か、え、でもめっちゃいいんじゃない。すごいね、めっちゃいいよ。いや、すごい、俺これマジで見つけた時に勝ったと思った、俺知らない。ディズニーピクサーの映画で日本でのプロモーションを千原兄弟のジュニアさんがやってた。そうなんだ、兄弟の話なんで、2分の1の魔法、ちょっと前、2、3年前ぐらいの映画なんだけど、そのエンディングで全力少年が流れる。そう、私映画館で見たんだよこれ。あ、そうなんだ、ディズニーが一番マークできてないこれはピクサーだよね、ピクサーで、ね、よし、お父さんを蘇らそうとして魔法を使う。そんなにはいい映画好きだな、いや、かなりいいんじゃない。すごいよ、マジかよ。じゃあ次、はい、お、いいじゃん、もう行ってきたい、いいとこ行っとこ、早く行ってきたい。私が選んだのはダンシングバトル。ダンシングバトル、これ元ネタはありますか。ないです。ダンシング侍なわけないじゃん。ちなみに何のあれだと思うんですか。チアダン。あ、チアダン。下手くそすぎるだろこのゲーム。チアジョとかにするから。下手くそすぎるだろ。何が落ちた。チアダン。なんでもありじゃん、なんでもあり。踊る映画ならなんでもいいじゃん。なんかこの星の感じとかも本家あったなって思って、そこを見せたのかなって。え、ないの。チアダンかと思った。はい、脱落。僕作ってないし。はい、
はい、ということで、まあ、一旦マイナス10ポイントを足すだけです。マジか。マイナス5にしとくな。マイナス5ね。マイナス5と足していただきます。やば。確かに。もう隠さなくていいです。原作のない映画なんで。はい、次誰行きますか。はい。お、じゃあ、やべ。いや、りょうや行こうか。無重力象使い。はいはいはい。はいはいはい。ああ。ええ。はいはい。こんなもん笑わない。大丈夫です。はいはいはい。せーので。もう行きましょう。もう行きましょう。あ、くさ、大丈夫？見た。重力象使い。はい。せーの。重力ピエロ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 。無重力ピエロ。ゼログラビティ。意外と多分じゃない。何でも分かる。あ、分かる。あの何かは言おう。え、正解は重力ピエロ。でも三か。意外と。あ、ちょっと待って、じゃあこれさ、当てたやつにも一ポイント。確かに。そんなシーンはもう二個。そうね、二ポイントだね、今二ポイント。俺もう一ポイント。自分の覚えて。3ポイント。そうだね。まあまあ、自分のターン終わってるからな、お前は。さあ、じゃあどんどんいきましょう。はい。じゃあ、クスラから。やりたい。マンタの。はい。マンタ。いけます。もう一回、一応、元のターンは。あります。はい。なんだっけ。あー、でもまあ、はい。いいですか？はい。いい？いくよ。せーの。魚の子。これは全然違う。魚の子。魚の子。天気の子。A の子って言った。私、アンの子と。揚げ物の子。揚げ物の子。正解は。魚の子。イエーイ！マンタの客ってバケモンだよな。いや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 。でもそのだってさ、化け物の子だったらさ、背拍子白だもん。うん、うわ白地に青本しか。あと純真作に入れないです。あ、本当だ、そうだね。見事に負けた。そういうヒントもある。なるほど。さかなクンのやつか。そうそうそう。ノンさん。そうそうそう。なるほど、最新作の。よっしゃ。自分何？僕、俺とタマちゃんが当てたから。じゃこれ違うわ、嘘、間違えた。ポイントの数が違う。逆だ。園田はだから、園田はだから、1、2、3、4、5、5ポイント獲得したってこと。あ、本当だ。5ポイントプラス自分の答え。そうそう、俺がめっちゃバカだった。なんかさっきお前、大喜びした。3ポイントだ。やめて、みんなで分かってなかったことにしよう。次。まあじゃあ、ゆうたいく。全員悪人。そんなんだってさ。ね。あ、元ネタありますよね。あります。はい。じゃあ行きますよ。いいですか？行きますよ。せーの。アウトレイジ。アウトレイジ。アウトレイジ。あ、意外となんですか？アジン。悪人、まあ字は似てるわ。もう一個。全員凶悪。俺もアウトレイジ出なくて首って言っちゃった。惜しいな。分かってはいたんだ。ドワスしちゃった。なんでそっち出るんだよ。正解はアウトレイジ。そのこっちのパターンの文字るじゃなくてキャッチフレーズがあるんです。当てた人。当てた人。だからそうです、この1ポイントと1、2、3、4ポイントですね。4ポイント。はいはい。で、あと、はい、じゃあ、いく？はい、じゃあ、いきます。私の選んだのは、あの子は豪族。なるほど。はい。もう、いきますよ。いいですか？はい。いきます、せーの。僕は貴族。あの子は貴族。貴族探偵。僕は王様。あの子は自動書だね。あの子は家族。華麗なる一族。僕は家族。あの子は貴族。お、正解は。あの子は貴族。やった。ネットフリックス。あ、そうなんだ。山内もあります。俺とクスだから今。で、5ポイントですね。これ当てないと勝てねえな。確かにね。5プラスさっき当てたやつをまた数えないといけない。で、もう一個。はい、行きます。トノアンコール。はい、あ、
嘘わかるか。じゃあ、いきますよ。せーの、ヒメアノール。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 トイストーリー。私はだって、しがてらうがさしまってますから、ね、古谷みのる原作です。正解は、ヒメアノール。怪しい。1ポイント。ありがとう。俺全員やった？はい。じゃあ、ちょっと。じゃあ、俺1個やるわ、最後。絶対に忘れません。あー、わかった。うわ、これ気持ちいい。わかると気持ちいいだろ。気持ちいい、めっちゃいい。はい、じゃあ行きますよ。行きます。せーの。記憶にございません。はい。記憶にございません。めっちゃ忘れる。はい。記憶にございません。記憶にございません。絶対に訴えてやる。掘り育てて。きっと忘れてしまう。はい。めっちゃ忘れる。正解は記憶にございません。いやー、これいいです。3ポイントですね。ほいということで。はい。だから、じゃあ優勝は吉原。やったー。わー、自由だ。あ、そうか、カニバブルステッカー。あ、そうだ、もらえるんだ。嬉しいな。やっぱこういうのも勝てるんだな。でも映画をそんな見てきてないから意外とみんな強いかなと思ったけど、簡単に余裕でした、はい、ありがとう。わー、いっぱいだ。10枚です。皆さんあったら配ります。じゃあ、ダブちゃん、ね、前田ありがとう、本当にありがとう。このゲームまでもできる。ありがとう、楽しかった。前田一問出さないで。あー、前田さんは熱いだろうな。じゃあ問題です。はい、はい。役どし。これもうスルーしたもん。役どし。ああ、はい。なるほど。俺多分分かったわ。色が。うん、俺多分分かった。行きますか。行きましょう。行きます。せーの。モテキ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 。すっげー。正解は。やったー。モテキ。やったな。いい問題あるわ。めっちゃモテキだった。ね、で、俺もデザインからじゃなきゃ分かんないな。そう。あー、楽しかった。あと10回やったっていいんですけどね、本当はね。あるけど。ということで。よっしゃ。ね、次回じゃあ。古本屋かなんかにしてね、漫画のタイトルをね、2000ぐらい前で作ってもらって、その時にまたお会いしましょう。ありがとうございました。